三楽さんは越前市産のそば粉にこだわった本格手打ちそばを味わうことができるお店です。地元では三楽に行ったら鶏そばというほど毎朝うつ歯ごたえあるそばに鶏の旨味出汁が絡むやみつきの一品。煮込んでも柔らかな鶏肉は胡椒を合わせるとさらに美に、トッピングされた蜜葉と柚子の風味も楽しめます。鶏肉だけでじっくり出汁を取ったつゆは飲み干せるほどさっぱりなんです。冬にぴったり、体の中から温まりますよ。鶏そばの後に冷たいおろしそばをいただくと美味しいですよ。次に紹介するお店は福井県坂井市三国にある蕎麦と鴨料理がいただけるお店、ホロクアンです。古民家を利用したお店はレトロな品物がたくさんあり、雰囲気も良く、囲炉裏を囲んで食べるも良し、縁側で景色を見て食べるのもいいですね。そばは県内のそば粉と山の水で打った十割そばです。歯ごたえがあり、噛めば噛むほどにそばの旨味と香りが出てきます。何よりこのだし汁がうまい。鴨肉のうまみとネギのうまみが出ており、見た目よりすっきりしているが後からうまみが出てくるだし汁です。一度食べるとやみつきになります。
熱いだし汁に負けないコシのあるそば。鴨肉はレアで柔らかくて、噛むほどに肉の旨味が出てきて、口の中に旨味が広がります。お店の営業日は金、土、日、祝日のみです。東尋坊も近くにあります。ほろく安で美味しい鴨つけそばを食べて、東尋坊に観光に行くのがおすすめです。最後に紹介するお店は、福井県勝山市にある石引きそば高太郎です。奥越産の原そばを使い、石臼で自家製風するそばは香りと甘みが豊かです。甘皮まで引き込んだり、絶妙な力加減でツヤとコシを出したそばは絶品です。10割と91、粗挽き91の3種類の麺を打ち、おろしそばや盛りそばは好みに合わせて麺を選べるのも通には嬉しいポイントです。人気は通常の2倍の量のそばに盛り出し、辛み絞り、おろしの出汁がつくそば三昧です。今回いただくのは冬季限定の鴨南蛮そばです。熱々の出汁は鴨のエキスが溶け込み、すごく美味しいです。体の芯まで温めてくれます。熱々のだし汁に負けないコシのあるそばは、鴨の旨味が染み込んですごく美味しい。鴨肉は噛むほどに肉の旨味が口の中いっぱいに広がります。これから雪が積もる福井県、冷たいおろしそばも美味しいのですが、体の芯から温めてくれる鶏そばや鴨そばは美味しいですよ。今回紹介した3店舗はそばも美味しく、何よりだし汁が絶品です。一度食べると病みつきになり、何度も食べに行ってしまいますよ。3年連続日本一そばの美味しい県、福井県の冬に食べると美味しいそばを食べに来ませんか。最後までご視聴ありがとうございました。